リナちゃんボード。しゅん。よし、ストレッチ終わり。今日も練習頑張ろう。リナちゃんボード、モン。リーナ。あ、マリさん。今から走るの？マリーも一緒に行くわ。虹学とアクア、せっかくの合同練習なんだから。いいの？マリさん、アクアのみんなと一緒じゃなくて。Don't worry! 今日のマリーのレッスンメニューもジョギングなのです。それに他のみんなも好きにやってるからね。そうなんだ。うん、わかった。一緒に行こう。どのくらい走るの？まずはトラックを5周する。ここにあるんだよね。そうよ。だから今も裏所のグラウンドで走っているような気分だわ。なんだか嬉しくて踊りたくなっちゃう。えい、くるくるくる。わ、走りながら踊ってる。さすがアクア、こんな技を持ってるなんてすごい。でもこれ、いつもの練習の時にやると怒られるのよね。真面目におやりなさい。ってそれ、ダイヤさん。 That's right! よくわかったわね。さすがにわかるよ。うん、リナはそうやって笑っている方が素敵よ。ボードを変えてなくてもわかるわ。さっきまで少し緊張してたでしょう。ごめんなさい。どうすればマリさん楽しいかなって考えてて、せっかくマリさんと一緒にいられるんだから楽しく練習したくて。優しいのね、リナ。焦ることないわ。まだまだ私たち知らないことだらけだもの。これからゆっくりお互いのことを知っていきましょう。うん、私マリさんのこと知りたい。私のことも知ってほしい。たくさん知ってもっともっと仲良くなりたいな。悲鳴が近づいてきた。すごい。やっぱりあなたにはわかる？コースが短いとあっという間に終わっちゃう。楽しい時間は長い方がいいから。そう？信じてなくはないかな。信じてるとも言い難いけど、お化けがいないって科学的に証明できてない以上、その存在を否定はできても、いると証明もされてないから存在するとも言えない。あのね、
お化けの存在は証明できないけど、確かなことはある。人は自分の意志で怖がりたいと考える。お化け屋敷もそうだし、ジェットコースターなんかもそう。だから今日はその非日常をみんなにプレゼント。最初はジェットコースターにしようと思ってたけど、あと1週間準備期間があれば。リナちゃんボードギリギリ。じゃあこのタイミングでポチッ。それは見てのお楽しみ。じゃああなたも体験してみる？私すごく張り切っちゃう。怖いかな？え？怖くない？どうして？そんなこと言うとみんな凍らせちゃう。でもいいんだよ。え？やっぱり怖くない？まあいいか。楽しく歌う雪女さんがいてもいいよね。植物園楽しかった。リナちゃんボードにっこりん。熱帯植物のとこは暑かった。自分がバテそうって実は気づいてなかった。暑いなって思ってただけ。でもあなたは気づいてくれるんだね。なんで私より私のことわかるの？そっか、嬉しい。リナちゃんボードキュン。あなたはすごく私のこと分かってくれる。それは愛さんのおかげ。愛さんとリナちゃんボードを作ったから、私自分の気持ちをみんなに分かってもらえるの。でも、あなたはちょっと違う。バテた時、私ボードを下ろしちゃってた。なのに、あなたは気づいたでしょ？どうして？じゃあ、今は？今私、どんなこと思ってるかわかる？え？え、そう？今日、楽しかったから。
あとね、あなたが分かってくれてとっても嬉しいから。撮影だから笑顔でって頑張ってるんだけど、私できてる？ちゃんと見て。あなたが見てくれてると安心するの。だからまっすぐ見ててね。ちょっとやだかも。実はシャンプー変えてみた。どう？